きらびやかなライト、揃いのステージ衣装をまとった演奏者たち、そこから紡ぎ出される素晴らしい音楽。交響楽団なんていうとまあ普通そういうものをイメージするだろう。僕らの暮らす富士見市には富士見と名の付いた交響楽団が2つある。一つは市がバックアップしているセミプロのオーケストラ、そしてもう一つが交響楽団のイメージを根底から覆す通称二丁目オーケストラ。僕の所属している富士見市民交響楽団だ。彼は突然僕らの前に現れた。それはほんの数分前。5人目です。先生どうぞ。血が出なくて本当よかったです。どうぞ先生どうぞどうぞどうぞ。皆さん喜んでください。私どもは長らく専属の指揮者を持たずに、もとい、持てずに持てずにやってまいりましたが、この度その念願の専属さんに来ていただけることになりました。おご出身は東京芸術大学、ドイツオーストリアでそのタクトに磨きをかけられ、あの M 響でサブコンダクターをされている東野院慶です。木偏に同じの塔に病院の院、慶は土二つの慶、塔院と呼ばれることが多いので塔と院の間にカタカナの脳を入れます。コンサートマスターの森村優希です。どうぞよろしく。個々の紹介はおいおいでいいでしょう。まずは諸君の腕前を確認しておきたい。コンマス、曲を指定してください。はい。今やってんのはモーツァルトのアイネクライネで、まあそれしかないっていうか、ね、フルート担当の川島です。今私たちが練習中のアイネクライネのハートムジークでお願いします。やっぱそうだよね。じゃあアイネクライネ。ではアイネクライネのハートムジーク。ただいま、はい、ただいま、ただいま。ただいまできましたと。第一印象は最悪だった。なんだよこの高飛車な態度。スタート。何か基本的なことを言っておきます。演奏中は僕から目を離さないでいただきます。え、はあ、ちょ、何言ってんだあいつ。東野院さん。何です。私たちまだアンプできてないんです。タクトだけを見るっていうレベルじゃ。譜面には芸術の素材はありますが、それは単なる素材に過ぎません。真の芸術は諸君それぞれのここにある。ではご小説目から。はい、よし。いいですか。諸君は今死した芸術家の遺品に命を吹き込み蘇らせているんですよ。僕のタクトの下で。そんな高尚なこと言われたって、僕らはただ単純にオケを楽しみたいという連中の集まりで。コンマス。はい。僕は指揮者です。たとえコンマスといえど僕のタクトには従ってもらいます。これは要請ではなく命令です。わかりました。
じゃあ遠野院さんの言う通りやってみましょうよ。不安でしょうけど、騙されたと思って。これで満足ですか遠野院さん。次の音が分からなければ出さなければよろしい。ではもう一度最初から。されてるみたいに。はい、いっちゃん時給850円。ああ、はいはい。でもびっくりしたわ、まさかあの M 教のサブコンが来てくれるなんて。いや、いきなりリピートだもんね。それも3回連続。そうそうそうスタースタースター発音良かったね演奏中は僕から目を離さないでいただきますなんてさ。まあ楽譜を見ない分演奏に集中できていいんだけどね。言うね、言っちゃってくれるねあ、でけた。でけた、来て来て。演奏に集中スレード、うん、音外れ残念ストップまあ、もう久々に本気で練習したからお腹空いちゃった。石田さん、私ナポリタンください。大盛りで。はい、おっちゃんガツガツいくね。はい、こういうね、うん、カラッとしたタイプは恋愛でもガツガツいくはず。真ん中速球勝負だ。間違いない。でもね、ああいうタイプは反面ガツガツ剛速球で来られたら弱いと見た。弱いよ聞こえてますけど二人さんいやいやいや、ニコちゃん、俺もナポリタン大盛りでもう一緒ね。はい、あ、私ハンバーグ定食パセリ抜き、ハタボを立てて、ね、はいはい、いっちゃんはお子ちゃまランチの大盛りね。ちょうどいっちゃん、よろしく。ハタは何にしようかね。はい、森村さんは。うん、うん、いや、そうねえ、コンマスの立場としてどう思う？何が？我らがコンダクター遠野院さんのこと率直に。ああ、悪くはないと思うけど。けど？不死身の指揮者としてはどうかなって。森村ちゃん、それは贅沢ってもんだよ。 M 教のサブコンだぜ、サブコン。あ、うちにはね、座布団ならたくさんあるけど。2、3、4、5。要求が高すぎますよ。なんていうかな、まあ、音楽性の高さは認めますけど、あんな強引なやり方じゃそのうち誰もついていけなくなるんじゃないかな。それを言われちゃうとね。やっぱり森村さんならそう言うと思った。いつもバランス考えてる森村さんらしい。でもレベルが高いって悪いことじゃないわよね。そりゃみんな上手くなりたいんじゃない？私も最初はアンプに自信なかったけど、でもあのクールなタクトだけ見ているうちに、まるで魔法にでもかかったみたいに音が勝手に引き出されていくような、そんな感覚があったの。そのうち心まで高揚してきて、
そりゃ最初はびっくりしたわよ。あの態度だもん。でも今は違う。私は東野院K っていう天才コンダクターに不死身を預けてもいいって思うけどな。天才ね。え、なっちゃん顔が自社猫。天才、その言葉は鋭い杭のように僕の胸に突き刺さった。あんな川島さんの笑顔を見たのは初めてだった。まるで心底安心しきって身を委ねているような。それが天才のなせる技なのか、それとも僕がバランスばかり考える小心者すぎるのか。確かに僕はオーケストラに就職できなかった末の高校の臨時音楽教師という立場をどこかで恥じていて、いつまで経っても川島さんに告白できないでいた。はい、遠野院です。高田だ。はい。要件は分かっていると思うが。いえ。聞いたよ、アマチュアオーケストラの常任指揮者就任したんだって。はい。お遊びが過ぎるだろう。 M 響のサブコンが素人オーケストラの常任なんぞと。立場を考えろ。悪いことは言わん、即刻やめたまえ。それが君のためだ。何が自分のためかは僕が決めます。その若さで M 教のサブコンなんだぞ。我々も期待しとるんだ。君はいずれ M 教の未来を担う才能だと。 M 教事務局長といえどプライベートへの口出しは不愉快です。失礼。
朝の目覚めは最悪だ。全部彼のせいだ、あの天才の。お前は天才か？このままじゃいけない。僕は今夜こそ川島さんに僕の気持ちを伝えようと思う。じゃないとあの天才男に。おはようございます。お朝あの珍しいですね。おはよう。何朝っぽくない顔。そんなんじゃ高校生たちにバカにされるんじゃありません？どっちみちそんなもんだよ。嘘、私なんて高校生の頃なんか若い先生ってだけでちょっと胸キュンでしたよ。どうせ臨時教師だし。先生に臨時も常時もありません。あのさ。え？あの今夜練習の後空いてるかな？ああ、もしかしたら空いてないかも。え？まだわかんないですけど。それじゃあまた。あ、練習遅れちゃダメですよ、小松。あ、いや、ちょっと、あ、ねえ、あ。第2バイオリンはもっと柔らかく、チェロは急ぎすぎです。ホルンはたっぷりと聞かせるよう心がけてください。はい、はい、フルートはいかがですか？結構です。今のあなたの腕では最高のものだと感じました。強いてあげるならば少し雑念が入っているようです。注意してください。はい、気をつけます。本日はここまでにします。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよ、よかったよ。それね、なんかもうなんか伸び伸びだった。今日はなんか不思議なことができたよね。トーナインさん、今日空いてませんか？飲みに行きませんか？今日じゃなきゃダメですか？忙しい。練習して上手くなりたい。お腹空いたでしょ。盆栽のバイオリンが孫ついてる間に天才の華麗なタクトが川島さんの心をさらっていたみたいだ。勝ち目なんかない。
あの何これもらってもらえませんか。そっか、やっぱりね。そりゃそうですよね。遠野院さんみたいな方がわざわざうちみたいなお家に来るなんて普通じゃありえないことですもんね。あ、私全然大丈夫ですから忘れてください。たださっき練習中に雑念があるって言われたからその雑念を解消したくて。これからも私たち不死身のことよろしくお願いします。遠野院さんのレベルには到底届きませんけどみんな一生懸命ついていきますから。じゃあ私これで。あの、はい。いや、いいです。安心してください。口にチャックですよね。ありがとう。失礼します。すいません。よっ。あ、ナオトさん、お久しぶりです。お久しぶり。今日ね、演奏会の帰りなんだ。いつもの。はい。遠野院K。はい、お知り合いですか。いえ、直接は。へえ、彼がね。コンマス。はい、何か。君は僕のタクトを見ていません。は？分かっているはずです。反復はできていますから。おっしゃる通りタクトだけを。確かに視線は向いていますけど、ここはどうです。このところまるで演奏に身が入っていませんね。問題点を述べてください。天才は何でも分かるんですね。
相性が悪いんだと思います。コンダクターとコンマスの関係が相性が悪いというだけで済むわけはありません。そうです、済むわけないんです。だからやめ、すいません、体調が優れないんで帰らせてもらいます。あ、気をつけて。待ちたまえ。まさか藤見を辞める気じゃないでしょうね。だったらどうなんです。許しません。そりゃ僕だってこのオケには愛着ありますけど、今のままじゃとても。許しません。僕みたいなコンマスの一人や二人辞めたところで、あなたの率いるオケなんだ、すぐに優秀な人材が見つかるでしょう。許さない。あ、君とはじっくり話さなければならないと思っていたんです。話なんかないよ、返せ。君になくても僕にはあるんです。おい、入りなさい。ここでいいです。それより早く返してください。いいから入りなさい。ちょっと、ちょっと何なんですか。ちょっと、僕は口がうまくない、だから要点だけを言います。何勝手なこと言ってるんだ。僕には君が必要です。だから考え直しなさい。冗談でしょ。自分が何言ってるか分かってるんですか。あんたの都合で僕は動かない。いくら天才だか知らないですけど、何でも自分の思い通りになると思ったら大間違いだ。あんたはあんた、僕は僕、関係ないんだ。関係なら作る気はあったんですよ。けど君がそういうふうに思っているなら、僕がどんな気持ちでいたかなどは今更意味をなさない。あいつだ、いって…くそ…あの天才強姦野郎…い…あ…ユキ、ユキなんて気安く呼ぶな。よかった。言い訳ないだろ、こんなことになっちゃって。僕は
僕は川島さんが好きで結婚したかったのに。やはりそうでしたか。しかし彼女は君を何とも思っていません。分かってるよ。余計なお世話だ。ほっとけ。手も握ろうとしないのだから君はゲイなのだろうと。女性の言うことなど鵜呑みにするべきではありませんでした。どうせそりゃそうでしょうよ。川島さんはあんたにぞっこんでどうせ告白されたんだろう。はい、もちろん断りました。なのになんで天才はバイでもゲイでもやりたい放題ってか。僕のことはどう説明するんだ。待てよ、僕と川島さんの二股かよ。ありえない、ありえない。なんで僕がこんな目に。どうか落ち着いてください。確かに僕は川島さんから告白を受けました。やっぱりでも断ったんです。僕は女性を愛せないからと。それで彼女は勘がいいですね。問い詰められまして結局白状させられました。何を。僕が愛しているのは森村勇気だということ。やだやだ、勇気なんて呼ぶな。お願いです。藤見をやめるなんて言わないでください。もうこんな手荒いことは二度としないと誓います。ですからどうしても僕を許せないと言うなら僕が藤見をやめますから。はい、連絡を受けてしまって申し訳ありません。あ、はい、午後の授業の課題ですが後ほどメールで連絡しますので。はい、はい、ご迷惑をおかけします。とてもじゃないけど学校に行ける気分じゃなかった。男に強姦された翌日生徒たちの前で教壇に立つ勇気は僕にはない。グラグラグラって怖かったよ。もうよくこれで走ってきたよ。ギリギリだよ、怖くてさ。それは不死身の人たちに対しても一緒だ。そりゃ今までだって雑用係みたいなコンサートマスターだったけど、今日からの僕は強姦野郎の餌食になった情けない男。僕は断じてホモなんかじゃないのに、あいつに抱かれてアイデンティティの見事な崩壊。不死身の人たちに知られなきゃいいって問題じゃない。特に川島さん、僕はもうどういう顔をして彼女に会えばいいんだよ。僕には君が必要です。関係なら作る気はあったんです。君はこの僕が惚れたバイオリニストです。手放しません。どんなことをしても。
言うだろう。やめろやめろ。勇気なんて呼ぶな。結局僕はあの悪夢のような夜から数日間、学校にも不死身の練習にも顔を出せないでいた。川島です。連絡ないのでみんな心配してます。明日の練習来れますか？お返事待ってます。それじゃ。もしもし、あ、石田です。お体の具合どうですか？こちらの方はですね、頭痛がなくやっております。慌てず騒がず、失礼します。あ、もしもし、市山です。世界の毎日が僕なんか関係なく過ぎていくけど、僕だけの時計はあの夜のまま止まっている。全てを忘れたかった。けれど忘れられるわけなかった。先輩に会いに来たんすよ。不死身のコンマスに。いや、僕もね、不死身に入団させてもらいたいと思ってるんすよ。まあ、五十嵐君ほどの腕があれば何の問題もないと思うけど。新しい指揮者、M響のサブコンらしいじゃないですか。いや、俺もね、ぜひそのタクトで演奏してみたいんすよ。まあ、今日は見学に来たんすけどね、行きましょう。あ、いや、そのなんすか。ごめん。え、いや、先輩、ちょっと、おお、ちょっと、上コントラバスはもっと大胆に。はい。大声や強弱をつけて。はい。第一バイオリンは少し焦りすぎです。他のパートの音をもっと意識してください。はい。今夜は以上にしましょう。終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、しなかった。いっちゃん、あのね、今日え、お米炊きすぎた。あ、りょうちゃん、俺もいいかな。さすが余った。うん、カレーうまいもんね。二人だとね、あの、先ほどの演奏、遠野院さんのタクト最高でした。俺を不死身の仲間に加えてください。ああ、俺は国立音大でチェロをやっています、五十嵐武人と申します。コンマスの森村さんの後輩です。
特技は？つらっ。チェロケースを持って走ることです。よろしくお願いします。うん、頑張って。僕がいない方が不死身は上手くなるんだ。あの天才野郎のタクトによって。しょっぱいコンマスの出番なんてどこにもない。ここには深いわけがあってさ。何言ってんの。もう、いや、何でもないんだけど。川島さんがね、こんなとこに。いつもの森村さんに戻ってる。ね、飲みに行きません？いいですよ。どうしてとか聞かないから。いいよ、別に。じゃあ、どうして？ほら、どうしてサボタージュ続けてるんですか。ただあいつ、彼のやり方についていけないだけだよ。あの自信家のゴリ押し指揮者先生の。それって相性の問題。あの時はそう言ったけどさ、なんていうか、僕たちを上から目線で見下してるみたいだろ。あんなやり方じゃレベルの低い人がついてこれるわけない。レベルが低い？いや、僕はただ不死身の実力を把握した上で。見下してんのは森村さんの方なんじゃないですか。レベルが低くて、いつまでも自分がお山の大将でいられるところでしかオケしたくないってわけだ。違う、僕はただあのトノインって男が。男が？言えない、言いたくない。まあ確かに不死身は下手くそよ。今までは別にそれでもいいって思ってた。楽器触れるだけで楽しかったし。いや、ちょっと。でも今は真剣に上手くなりたいって思ってる。私だけじゃなくてみんなもね。誤解させたんならごめん、謝るよ。でもさ、僕はただ遠野院さんはぬるま湯に使ってた不死身を高みへと引き上げようとしてくれてんの。森村さんと一緒に。僕と？それを何？たかだか一回犯されたぐらいでさ。今なんて言った。私知ってんの。我らが天才コンダクターとうじうじコンサートマスターの関係。そう、そう、そう、最悪。なんで、なんでそんなこと知ってんだよ。私だって知りたくなんてなかったよ。でも遠野院さんが電話してきて。あの電話だ。
森村さんをひどく傷つけてしまった。目を覚ましたら取り乱すだろう。ひょっとしたら正気を失うかもしれない。だからその時は頼みたい。森村さんに何かあったら自分は冷静でいられる自信がないって。あの自信家の天才が私によ。これってありなの？ほんの数日前振った女に自分が抱いた男の世話を頼むなんて。いて。ねえ森村さん。はい。もしかして私のこと好き？川島さんが富士見に来た時からちゃんと就職できたらプロポーズしようと思ってた。私の返事はごめんなさい。でもありがとう。愛されるって幸せなことね。男とか女とか関係なく。この川島夏子さんが東野院 K に告白したのも何も男に飢えてたからじゃないんですよ。体張ってでもあの人が欲しかった。心も体も全部東野院 K っていう存在を手に入れたかった。きっと東野院さんが森村さんにしたことも同じ。でもあれは豪華な。おい勝者。勝者だってそうでしょ。東野院さんをめぐる三角関係の勝者が森村さんで敗者が私。だから違うって。僕は川島さんのことを。ねえキスしようよ。え、まさかこんなとこで。東野院さんと間接キス。私顔が茶車猫しちゃってますか？傷つくよこういうの。私もいっぱい傷ついてるから。怖い子。スッキリした。じゃあね、ごちそうさま。ちょっと待っ、ちょっと足が。川島さん来ないで。私はね、ちゃんとぶつかってたよ、東野院さんに。それで負けたの。森村さんはただ逃げてるだけ。やられちゃった、許しちゃった、それで正解。そういうことよ。そんな、僕は。ちゃんと向き合いなさいよ。ちゃんと。分かった、分かったからさ。さあ。
これ以上私に恥かかせないでよね。でも彼は強姦だったんだよ。どっちにしたって川島さんの言う通り、あの強姦野郎の天才と一度は向き合わなきゃならないのかもしれない。それが他人より秀でた才能を持った人間の宿命なんだよ。くだらない。ん？僕のタクトは僕のものです。え？やはり僕の取った選択は間違いじゃなかったようです。僕は僕の体をすり抜けて世界を求める視線より僕のタクトだけを見つめてくれる無垢な瞳の方がいい。まるで子供だな。いつまで打楽庫を続ける気かね。立場を考えろ。立場を。情熱と立場は関係ないと思います。そういう言い方が青臭いって言ってんだよ。僕は世界のどのオーケストラにもいない僕の理想とする音を持った最高のバイオリニストを見つけたんです。たとえ僕の思いが届かなくても。タンホイザキドリ。先生、暴力。大丈夫ですか？いいの？どうよ、こだまり。何すんだよ。どうよこれ。どうしちゃった。髭剃ったんだよ。爽やかでいいだろう。今夜も来ないね。勇気、何してんだか。では始めます。おいよ。アイネクライネナハトム。あ、あ、来た。先輩！遅刻です。早く入りなさい。あの話は後でいいでしょう。
練習が始められません。わかりました。アイネクライネナハトムジーク。すいません、僕にはもう触れません。本日をもってやめさせていただきます。ちょっと、どういう理由で、どうしたの？ニコちゃん、どうするの？呼び戻してきたよ。あ、私が？ちょっとどうするの？まだ逃げる気？それとも結果がどうなろうと森村さんが一番最初に遠野院さんだけを見ようって私たちに言ったのよ。だいぶ嫌味っぽかったけどね。ちょっと待って、ポケットの中のもの置いてってね。不死身には遠野院さんだけじゃなくて森村さんも必要なんだから。待てよ。やめることないじゃないか。
僕が辞めなければ君が辞めるのでしょう。藤見にとって君はもうなくてはならない存在なんだ。君が僕らの音楽を高めに引き上げた。悔しいけど。ですが君は僕を見ようとしない。当然です。僕がしたことは許されることではないのですから。けれど僕はそれでもいいと思った。君は僕が惚れたバイオリニストです。君と一緒に音楽がやれるのなら。けれど無理でした。僕を見ようとしない。君の無言の拒絶に耐えられるほど僕は強くなかった。待てって。帰ってください。君との話は以上です。君にはなくても僕にはあるんだ。お願いします。出て行ってください。愛されることは幸せなこと。川島さんが僕に言ったよ。ではでも僕は男なんか好きにならない。どんなに愛されたって僕はホモじゃない。僕は僕には君を思うことすら許されないのか。また無理やり僕を抱くのか。強引に。僕の気持ちなんか関係なく。ないって誓ったぞ君は。すいませんでした。もう会いません。この町からも出ます。おい道内。僕は生涯君を忘れません。ユキ、マイラブ。僕は運命論者ではなく、むしろ生まれつき背負わされている運命だとというものがあるなら否定し抵抗し打ち破っていくのが自分の生き方だと思っていた。そんな僕は君との出会いに運命を感じ、しかも小躍りする思いでそれを信じ受け入れたと言ったら君は笑うでしょうか。自分の都合のいい偶然は運命と呼んで信奉し、そうでないものは不運などという言い方でちゃっかり否定して、不満と満足の終始バランスを図っていく。
そうした適当さと欺瞞性を属性としていた。僕の運命という言葉のイメージは、君との出会いを運命と感じた瞬間に崩壊し、新たな意味を持って僕の胸の中に根を張った。すなわち僕は、僕に君との出会いという偶然を与えてくれた形而上的な作用を運命と名付けることで、それまではその感触を推測するしかできなかったロマンないしロマンチックな情感というものをしみじみと実感し味わえるようになったのです。君は僕に生まれて初めての本当の恋を、恋焦がれるという感情を経験させてくれた。それはとてつもなく激しくて先行きの読めない心理的な嵐とでもいうようなもので、それまでの僕が思っていた僕という人間についての定説を全て打ち砕いた。君に出会うまで僕は、僕という男が実は恐ろしく嫉妬深い独占欲の塊で、洞察力などは皆無、自分の物差しで他人を測る高慢で愚劣な人間だということを知らなかった。僕を理解できないなら分かってもらわなくて結構などと思っていたのは、それまでは理解されたいという胸を焼くような気球を知らなかったゆえの浅はかな気取りだと知った。すいません、この辺りの公園でいつもバイオリンの練習をしている人知りませんか？バイオリン、きっと富士見市民フィルの人でしょう。市民フィル、はい、あのね、そこの大きい交差点を左曲がればすぐだから。ありがとうございます。はい、気をつけて。僕は君への恋情と自分への絶望感との板挟みに苦しみながら、僕には君の愛が必要なのを痛感した。うちのオケにはそのようなところで練習してる方は聞いたことありませんね。そうですか。でも遠野院圭さんともあろう方がどうしてそのようなことを探してるんですか？いや、失礼します。君に愛されない限り僕は二度と自分を愛せないと思った。あるとか。力でやるもんじゃないもんな。あれ、いらっしゃいませ。どうぞお好きなお席に。何か？はい。この町にはオーケストラが2つあるんですか？1つは市がバックアップしてるセミプロのオーケストラなんですがね、こっちの方は実は私が世話役をやってる、同好会みたいなオーケでして。あ、取れました。そういうことか。こちらです。そんな立派な経歴の方にここにいなければもう手がかりはない。僕は祈る思いだった。どうされました？いた、やっと見つけた。あの幻の音色だ。僕の第一バイオリンだ。どうぞ。
僕は歓喜に胸が張り裂けんばかりだった。5人目です。見つけましたよ、僕の愛しい人。愛されることは幸せなことかもしれないけど、僕には遠野院を受け入れることなんてできない。大体僕には僕は人を感動させるようなバイオリンの腕なんか持ち合わせちゃいない。あんなのただの口説き文句の調子のいいよいしょに違いないんだ。あんたは天才で僕は盆栽だからってなめんなよ。あんたなんか大嫌いなんだ。僕はたとえ不死身のためだって僕はほだされたりなんかしないぞ。くっそ、許せるか許せないか。許してやらなきゃ遠野院は去るけど、許せるはずないよな。そのまま、どうかそのまま続けてください。僕は往生際が悪い。君のバイオリンが聞こえてどうしてももう一度だけタクトを振りたくて。ありがとう。君と君のバイオリンの音色は一生忘れません。さようなら。おい森村勇気、お前は本当にこれでいいのか。あいつの音楽に何も感じないっていうのか。ホモの強姦野郎でも音楽には真剣だって、そこだけでも認めてやれないのか。今行かせちゃったらあいつはもう二度と僕の前に現れないぞ。それでいいのか。それでストーップ。逃げるなよ。僕はもう逃げないことにした。だから君も逃げるな、遠野院。これは要請じゃない、コンマス命令だ。不死身の常任指揮者は君だ。投げ出そうたってそうはいかない。僕は君を信じてみる。勇気。
勇気なんて呼ぶな。それに僕が認めるのは音楽家としての君のタクトだけだ。勘違いしないでくれよ。はい。はい。こうして僕らの不死身が始まった。君を忘れない、きっと忘れない、運命を知る、その切ない君にただ愛され。またあの公園で個人練習ですか？はあ、ペットと楽器は禁止のリハースアパートだからね。僕の部屋は完全防音です。練習に来られても結構ですよ。冗談だろ。火事で焼け出されでもしない限り絶対にごめんだよ。ほう、火事ですか。おい、まさか物騒なこと考えてるんじゃ。僕たちはこの街で。あら、何かいいことありました？顔がチェシャ猫してますけど。チェシャ猫って、別にそんなこと。嘘ですよ。まったく分かりやすいんだから。チェ、なんだよチェシャ猫。森村さん。はい。呼んでみただけです。遠野院 K、 どこまでも面倒くさい男だ。